維新政治塾は、日本維新の会による候補者の発掘、及びその政治家の育成を目的に設けられた政治教育塾である。現在までに多くの国会議員、市長、地方議員を生み出している。2012年に当時国政進出を伺っていた大阪維新の会によって設置され、日本維新の会、維新の党、大阪維新の会及び現、日本維新の会に引き継がれている。 参加資格は大阪と構想を含めた日本の政治機構を変えることを目指した日本維新の会の政治政策に賛同し日本国籍を有するものとされている。かつては非選挙権を持つ25歳以上と年齢制限があったが2018年以降は18歳以上に引き下げられている。基本的に月に1、2回のペースで外交や経済政策などを学ぶ。また、 塾を卒業したとしても必ず選挙の立候補について公認や推薦を確約約束できるというものではない。また、都道府県支部でも維新政治塾として各地で開かれている。参加受講料は12万円、年。当初は全応募者の中から400人程度に絞り込んで受講してもらうという計画であったが、 予定定員を大幅に上回る3326人が応募。面接で候補者の絞り込みをする予定だったが、面接を中止し、書類選考でできる限り多くの参加者に受講してもらう方針を固めた。その中には現役の国会議員も含まれていたが、現役国会議員は基本的に入塾を認めない方針であった。書類選考を通過した約二千人は、 熟成という扱いではなく、熟成候補者という扱いで、第1期の第1クールは2012年3月24日に開校された。同年6月に適正調査、人間性調査、資金力等を考慮しての選考を再度行い、915名が合格。その中で888人が入塾を果たし、正式に第1期新生児塾の熟成となった。 同年6月23日、大阪市中央公会堂にて入塾式が行われ、石原慎太郎東京都知事が基調講演を行い、正式に第2クールがスタートした。その後、2013年2月9日に第1期終了式が行われた。2013年冬、大阪維新の会が母体となって設立されていた国政政党である日本維新の会は、 第46回衆議院議員総選挙に向け、近畿地方での候補者の発掘を目指す、近畿ブロック維新政治塾を開催する方針を公表し、同地方で候補を大量擁立するため300人規模の人数を集めようとした。12月26日に、その応募が締め切られたが、応募者はわずか105人にとどまった。これは、上記のように2012年の大阪維新の会。 維新塾の時には応募者が殺到したことに比して、あまりに落差が大きく、マスコミによって維新の体調を浮き彫りと報道された。その後、2014年8月9日に第2期終了式が行われ、72名の塾生が卒業した。平成28年度の参議院選挙や直送選挙に向けて候補者の発掘を目指して開校された。 第3期では176人が申し込み、うち162人が熟成となった。1月30日に行われた開校式では、全代表である橋本徹が基調講演を行った。参加受講料は10万円、年。講師は三浦竜麗、木村草太など。かつては候補者の絞り込みのために非選挙権を持つ25歳以上と年齢制限が設けられていたが、 2018年度では18歳以上と条件が引き下げられている。2017年10月に行われた総選挙で日本維新の会が議席を減らしたことを受けて統制に陰りが出ている中、再び関心を高めようと募集締め切り直前の12月9日にプレ講演会を開くなど熟成募集が積極的に進められていた。最終的な応募は102人。 受講生は80人となった。7月の参院選で初めて、関西以外の選挙区で議席を獲得したことを機に、都内で初めて政治塾を開校した。塾長を務め、東京維新の会代表である、柳瀬博文参議院議員は、東京に候補者を立てて戦うと語った。時期と議選でも候補者を擁立したい考えだ。2019年10月より、 全6回、月1回、半年間で2020年3月まで開校され、18歳以上が対象、受講料は大人3万円、女性2万円、学生1万円となっている。100人以上の応募があり書類審査を経て85人が入塾した。講師は吉村博文、浅田人志など。11月24日には、乙北春参議院議員による特別公開講座。 今更聞けない政治の話が開講され50人を超える人が集まった。2019年4月の第19回統一地方選挙や7月の第25回参議院議員通常選挙で日本維新の会が躍進した中、第49回衆議院議員総選挙で各地の地方選挙にに備え候補者の発掘を目指して開講された。2020年1月から10回の予定。 受講料は10万円、年。初めて女性割引や学生割引の制度が設けられた。講師には、橋本徹三浦龍玲木村壮太が予定されていた。2019年11月24日には、須田慎一郎によるプレ講義が行われ121名が参加した。講師による講義と熟成同士のディスカッションを行い、後日課題を提出し、 優秀な成績を収めた塾生は終了認定されるはずだった。しかし、コロナウイルスの影響により2回目以降の講義が延期となり、7月25日の講義を持ち打ち切りとなった。2019年7月に行われた第25回参議院、議員通常選挙で初めて、関西以外の選挙区で議席を獲得したことを機に、神奈川県内で初めて政治塾を開校した。 塾長は神奈川維新の会代表である松沢政文参議院議員。募集要項には来る衆議院総選挙や地方議員選挙に向けて改革の志を持った優位な人材を発掘し要請するためと書かれている。応募締め切りは2月14日。2020年6月から12月まで全6回横浜市内で開催され18歳以上が 対象、受講料は、大人1万円、学生5千円となっている。講師は、松沢成文、馬場伸之、浅田仁志、佐々木忍など。第一期塾生の出身地域は、日本全国に及び、最多は、大阪府の235人。東京都の177人、兵庫県88人、神奈川県46人、京都府34人と続き、愛知県29人。 福岡県29人、千葉県26人、奈良県22人、埼玉県19人、滋賀県15人、静岡県11人、広島県11人、北海道、富山県、三重県、岡山県は各区人、宮城県は7人、福島県が6人と続く。山形県、高知県、宮崎県の3県からの参加熟成はない。このうち、 現職の地方議会議員が少なくとも27の都道府県から68人参加していたことが共同通信社が維新政治塾に取材したところ分かった。選考の際にみんなの党、日本総新党に配慮し関係者全員を合格としたため一部から異論が出た。日本維新の会は維新政治塾、熟成募集時より各選挙出馬にかかる。 費用すべてを自己負担としており2011年、統一地方選挙においても、同様のプレスリリースを行い現在の大阪府議会議員、堺市議会議員、大阪市会議員は、自己負担で選挙に出馬し、当選をしている。当然、落選した候補者も多数いるが、会側は一切の資金援助や補填はしていない。次期衆議院選挙だけでなく、 今後における全国の自治体選挙においても、金銭援助は、一切しないとしている。協託金600万円選挙費用、約2000万円、合計で2600万円前後が、最低限必要と言われているが、それらの衆議院議員、選挙費用を自己責任において用意する。金銭的に厳しい条件ながら、第1期政治塾では、第46回衆議院議員総選挙における、 第一次公募が2012年9月28日に締め切られ、熟成888人中518名と、政治、行政経験者から327名、合計845名の応募があった。第一次公募に467名が合格し、466名が公募面接を受けた。その結果、日本維新の会は155名が第一次公募に、 合格したと発表した。そのうち、熟成は約70%であった。また、2012年10月17日から第二次公募の募集が開始した。12月までに各種試験や実地訓練を行い適正を判断し、衆院選、参院選の候補者として、日本全国の選挙区の支部長として選任した。うち十九名が総選挙に立候補し、十六名の 国会議員が誕生した。詳しく上記の各年度ごとの票確認。現職国会議員前職、現職市長地方議員、都道府県議会市区町村議会。ありがとうございます。